おはようございます。時刻は午前9時10分ぐらいです。僕は今このピンクの大和田駅にいるんですけれども、今からこの大和田のね、次の駅、幌糠駅に行きたいと思います。で、今8時48分に来て、次12時なので、ちょっとバスで幌糠駅に行きたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、それではね、大和田駅の最寄りのバス停まで歩いて行ってみたいと思います。実は場所わからないので、ちょっと気をつけながら、ちょっとヒグマのね、目撃情報結構あるので、ちょっとね、鈴とね、クマよけスプレー出してね、歩いて、それではバス停に行ってみたいと思います。はい、歩いて駅からね、7、8分ぐらいですかね、バスの待合所に着きました。で、僕が乗りたいのはこっち側じゃなくて、旭川方面、幌糠に行きたいんで、逆のバス停なので、とりあえずこっちのバス停見て、向こうのバス停に行きましょう。ここに待合室になってましてね、こう通過時刻表ということで、10時外の通過時刻表とか、ぐるっと道民割り、もう一県民証なんかがあったりして、駅寝じゃないですけどね、バス停寝もできるような小屋がありますね。それではね、逆側のバス停に行きましょう。はい、それではね、留萌方面のバス停に着きました。大和田って書いてます。で、時刻表も何もないんですよ。なので、あっちのね、待合室ありますよね、それと比べて地味なので、一回見逃して通り越してしまったと。で、ちょっと戻ってきたような感じです。それはね、55分に来るんで、あと5分ぐらいですかね、バスが来るまで待ちましょう。お、バスが来ましたね。あのバスでいいと思うんですけど、バスは止まってくれるかな。手を挙げると、お、止まってくれそうですね。あ、よしよしよし。あ、よかった。怖かった。これ止まんなかったら恐怖ですよ。よし、来た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 。はい、それではね、幌糠のバス停に着きました。10時6分で来ましてね。で、実は、そこ、ルモイなんですかね。ああ、なるほど。ルモイ幌糠インターチェンジのようですね。深川ルモイ線通行無料ということで、高速のインターらしいです。で、今ここでね、待合室あるんですけど、実は駅の場所わからないので、今から歩いて駅を探したいと思います。よろしくお願いします。で、ここね、インターの入り口、高速の入り口なんですけど、で、ここ233号線で、右がね、深川、碧水って、北竜町と、左が羽幌ですか、留萌市街ということで、どうやらね、こっち側に駅があるようなので、さらにね、歩いて行ってみましょう。ありましたね、駅。さっきの道をね、留萌方面に進んできたら、この無料駐車場みたいな、幌糠駐車帯っていう、ここの、ところに、今、工事現場のおっさんの車も止まってますが、そこに駅がありましたね。まあ、歩いて5分ぐらいですかね。5分もかかんなかったかな。で、着きました。でも、それどうやって行くのかわからないので、もうちょっと向こう側行って線路渡っていくような感じですかね。じゃあ、先進んでみましょう。はぁ、着きましたね。途中道を間違えてしまいまして、ちょうどそっちの駅裏まで行ったんですけども、道がないのでね、先ほどのバス停の近くの道、向こう側に戻ってですね、こっちの道から来たというような感じ。で、駅の前は JA ですね。留萌農業協同組合、幌糠事業所と、米か小麦かわかんないですけど、穀物庫があるような感じ。で、幌糠の集落があって、まあ、秘境駅ではないですね。結構家があって栄えてますね。で、おっさんたちもいるんで。それではね、早速、駅の中ですね、散策していきましょう。はい、こんにちは。時刻は午前10時45分ぐらいです。それではね、幌糠駅に着きました。で、今日はね、こちら、留萌線の幌糠駅でございます。まあ、駅の周りはね、こう、民家があったり、こう、JA ですね。あとは、こう、穀物庫があるような感じですね。幌糠。で、これがやっぱ北海道、JR 北海道の待合室というような感じですね。これ、与駅。まあ、つだるま駅ですね。また、東条というような感じで。あとね、こう、糠ってつく地名、結構北海道多いような感じはしますね。幌糠。白糠とか。ぬかなんとか、ぬかびらと結構ぬかつく地名多くないですか？気のせい。あと、別も多くないですか？直別、着別、門別、幕別、
シカリ別、あーここだ、チップ別、北チップ別みたいな、なんかオン別とか、なんか別って結構つく地名も割と多いかなとは思うんですよね。まあ余談でしたけど、でも畑あって、まあ駅そっち国道なんですけど見えませんが、さっき道路工事のおっさんたちがたくさんいました。はい、で校内進入禁止、まあ当たり前なんですけど、じゃあ早速ね、まずホームの前に上駅待合室の中入っていきましょう。それではね、入っていきましょう。はい、ドアを閉めて、困ってます、夏は夜間にガが多く入ってきます、冬は雪が入ってしまいます、ということで、なるほど、入りました。ちょっとムッとしますが、まあ割と綺麗ですね。そこウォータークローゼット、ダブルシーって書いてますけど、扉開きませんので、多分トイレは機能してないです。備品の持ち帰りは犯罪です、ということでね、で申し訳なくなんで備品をね持ち帰らないでくださいっていうことを書いてますが、書いてるにもかかわらず駅ノートが持ち去られてるというような感じ、持ち去られてるのがないのか分かんないですけど、ないですね。あのなんか宮城亮太とか水道橋博士とか人形はありますが、ないですね。駅ノートはない、備品持ち帰りは犯罪ですよ。で僕の荷物ありますが気にしないでいただいて、ガが入るようですが、ガがミイラ化してますね、死骸になってて。出ました、相変わらず捕まってないんですね、この4人。こっちもですけどね。おい、小池って、小池なんとかってやつだけ捕まりましたか。死んだんですね、あの人はね。死んで、潜伏して死にましたけど、あとは全然捕まってないね。このね、あの、なんか、似てるようなやつを見たことあるような、ないような。うん、まあ、そんな感じで。はい、で、こちらにね、時刻表があって、留萌駅、発車時刻表とか、ちょっとテカってますか。まあ、こういうふうにね、こう、通過時刻、それぞれこう、あるんですけれども、まあ、こっち見た方がいいでしょうね。今10時45分なので、次11時49分の留萌駅に乗ろうと思います。で、深川方面1、2、3、4、5、6本ですね。マップ、北チップ別通過ということで、秘境駅を無視するこのダイヤですけども、1、2、3、4、5、6。6本しかないのに、マップとチップ別通過するんで3本になっちゃってますけど、まあ、2時間か3時間おきで、12時に次16時35分ですが、結構空きますね。で、留萌方面も1、2、3、4、5、6ということで、まあ3時間に1本っていうような感じですか。等間隔にありますね。で、今、ぬかなんということで来てますが、こっちにもね、料金表あるんですけど、まあ、こっち見た方がいいでしょう。留萌まで440円。あとは、チップ別640円。石狩のまた540円ですね。旭川1490円。もうちょっとですね。深川860円っていうような感じですね。で、駅の待合室。まあ、こういう感じで、ご自慢なら、まあ、余駅。だるま駅ですね。こういうような感じでしょうか。それでは、ホームに行ってみましょう。はい、それではね、ホームに来ました。またこれね、裏側も、JR 北海道にある待合室、まあ、余駅、だるま駅ですね。北海道に来ると、至るところで見かけます。深川方面乗車口ということで、こっちがですね、深川方面、石狩沼田、深川方面で、こっちがね留萌方面乗車口ということで、こっちがね留萌方面ですね、まあ、一面一線の駅で、目の前がまあちょトイレ休憩室あったり駐車場あったりして、あと国道ですね、233、結構車も通ります。まあこんな感じ、一面一線の駅で、駅表示ここにありますね、ホロヌカって書いてます。ホロヌカ、ホロヌカですね。左富士山、右峠下っていうことで、ちょっと張り替えられてますが、昔、東峠下かな、あ、東ホロヌカか。東ホロヌカっていう駅があったんですけど、2006年に、廃駅になってます。ですので、ここ、秘境駅の峠下にペタッと、張り替えられてるような感じ。東ホロヌカが廃駅になってますね。まあ、だいたい、こんな感じですか。駅あって、もうこういうね、一面線の駅あってっていうような感じですかね。じゃ以上ですね。こちら留萌本線のホルヌカ駅でございました。